八方連合の同級戦艦、そして黒海艦隊の旗艦セバストポリ。そう、この私は革命の先兵にして何度攻撃されようと決して倒れることのない鋼鉄の意志そのものよ。わかった？先に入ったと言ってもさすがに信じてくれないわよね。今さらやってきたの？同志指揮官となら私別に入り直すのに抵抗はないけど。そういえばこの格好もいつ着替えて。もちろんお湯に入るにはふさわしい格好をしないと。ほらここの帯とかちゃんと締めてあるでしょ。言えない。ガングートに飲まされて酔いつぶれたらいつの間にか温泉に一人で入っちゃってたなんて。ボロシーロフ？あの子なら心配ないわよ。根性で耐えているかは知らないけど絶対に伸ばせない体質みたいよ。湯上がりの楽しみは同志が代わりに楽しんできてちょうだい。あ、こっちは頭が、いい気持ちの風ね。そうだ、かっこよく見せて酔っていたことをごまかして。ふくちゃん濡れている。それはね、お湯に入っていたし当然だけど。触るな。新しい任務よ。さあ打ち上げのボッカを楽しみに頑張りなさい。新しい任務、打ち上げはボッカではなくワインでいいからね。どうし指揮官、あなたへのメールよ。返信するなら早くして、あまり相手を待たせるんじゃないわ。それにしても本当にいいよね。指揮官が来るまであまりにも気持ちよくて酔っていたことにすら気づかなかったなんて。下僕根性はいいとしても革命にはあまりにも理解が足りないわね。本当は指揮官など外周一色だけど、同じ志を持っている同志として今だけは平等に接してやるわ。喜びなさい。あなたは北方連合の鋼の波に飲まれずその一員となったのよ。戦バカどもが同志のことをどう評価しているかはわからないけど、まああなたはなかなかいい飲み仲間になれるわ。
これからもおごらずに精進なさい。ん？何よ、まだクラスの半分も飲んでないじゃない。さては、私が酔いつぶれるのを待っているのね。あら、それは残念ね。私は酔っても、つぶれはしないのよ。指揮官、あなたのことが好きよ。愛している。私が勝ったら、あなたの永遠の相手として最後の戦いに一緒に行ってやる。ほら、私はまだ潰れていないわよ。いい加減に負けを認めなさい。委託組が戻ってきたようね。私たちの後は彼女たちが入る番かしら。革命的な強化ね。やられたくなければ出てこないことね。革命を阻む愚か者は倒される運命よ。沈まない限り何度でも立ち上がるわ。それが革命なの。革命に祝福は。飲んでいないのに。ここは、ちょっと飲みすぎたかしら。男子指揮官、この指輪は、私が男子指揮官から奪って自分の手につけたの。そんなこと。